皆さんこんにちは、ザーです。ランスキロックです。よろしくお願いします。おい、絶対に今俺アザザルって言ったよな。言った。三重県近鉄急行停車駅関連線あの旅。今回紹介するのは、近鉄宇治山田駅。宇治山田。ここはな、なんと2回目の紹介や。はい。駅自体を紹介したことがあるんや。はい、概要欄の動画を見てくれ。で、宇治山田駅っていうのはね、中はもうあの前の動画見てほしいんやけど、皇族の方が伊勢神宮回るときにこの宇治山田駅を使うってことで、天皇だけの部屋があるんよっていうのがあるぐらい由緒正しき駅なんですよ。そんな由緒正しき駅の周りを1時間縛りで歩いていきたいんですが、駅の周りも当然歩いております、なので今回はそこその時に回らなかったところを見て回ろうかな。だから言ってしまえばね、簡単な話、あそこを見ないってことです。そういうことね。ここはもう見ました。そう、商店街も見たし、パンジューも食ったので、今日はそこ以外を1時間縛りで歩いてみようかな、思っちょります。ということで1時間タイマーをポチッとな。早速見ていきましょうか。正直知らんのだわ。知らんね。なあ、行こう。しかしどうするかよな。だからこっちじゃないから、こっちよな。そうやな、こっち方面やな、ほら、こっち見てごらん。すごいなんか暗いけど雰囲気がある場所やね。はいはいはい。そっち側行ってみようか。北の市場、これチェーン店なんやろ。ぽいな。聞いたことはないけどな。で、ここら辺がちっこいアーケードやな。はいはいはい。ここにね、あの有名な満腹食堂っていうのがありまして、目の前にあると、満腹食堂や。これがね、あの有名な小説え、何？半分月が昇る空っていう。え、知らん。何それ。大人気小説に出てきた店なんですね。それはあのライトじゃないやつ。あ、ライトです。あ、ライト、それは知らん。お、でもな、すごいぞ。そう、ここ結構ね、店もあるのよ。ちょっと見てみようや。乗り付けていいってこと？いや、よろしくはないと思う。あ、そうなんや。すごいよ、結構。そうそうそう。しっかりしてるやんか、店が。で、これ満腹食堂っていうのがすごいとこな。すごい。どう、そう、大人気店。大人気な。大人気。どう大人気な。唐揚げ丼っていうのがあって、まあ、それが作中に出てきたんやけど。お、え、お、すごいぞ。でも何これ。これね、あの学生応援フェアみたいなやってて、成人おめでとうございますとかだろう。そういうのいろいろ学生にやってんのよ。はあ。ごめんなさい。で、この辺が全部そうなの。そう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 。一区画ってわけじゃないんや。そう、いろんな店、空いたところを使って、まあ、人がさばけんので、要はどんどん勢力を拡大してるわけ。そう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 。で、この辺もそのうち満腹食堂になるわけ。なる可能性はある。ラーメン屋とかもあったりな。お、君やるか。眉毛パーマ。眉毛パーマってなんだ。まつ毛パーマはよく言うけど眉毛パーマ何、あの三時みたいにするってこと。ここ、まあ、そういうデザインができるのかもしれんな。へ、っていうのもあるんだな、ここには。生きてるな、ここは。生きとる。満腹食堂をじゃあ最後に紹介するということで、はい、その前にいろいろ回ろうか、うん、もう出ちゃったけどな、商店街。商店街なのか、あれは。まあ商店街でしょう。まあでも宇治山だって、そのなんていうやろな、観光的な意味では何も浮かんでけえへんねんな。そうやな、宇治山田に何かがあるとは聞かんもんな。で、実際この周り住宅地ばっかりやねんな。住宅はすごい密集してるんやけど、一つね、言いたいことがあって。ああ、あそこに丸いのがあるやんか、上。ああ、あるな、駅のな。あそこが何かというと、電車に乗ってここに来るわけよ、宇治山田まで。そこからバスに乗って伊勢神宮に行くんやけど、あそこバスが止まる場所やった。え、どうやって止まるの。あそこまであの道があったのよ、坂道が。へえ。で、バス上では展開ができひんので、電車の展開のやつ分かる、下が動くの、あれがあっこにあんのよ、バス用のっていう。めっちゃ珍しいの、あれ。お、何これ、これ何？お店？飲み屋さんっぽいね。ギネスって書いてあるし。ああ、飲み屋か。飲み屋はな、あっても紹介できんからな。まあ空いてないしね、この時間。お、たこ焼きあるぞ。たこ焼き、お前。でもなんかさ、さっきからさ、すごいカレーの匂いせん。なんかする。しかもカレーじゃなくてカレー線の匂いやんな、これ。これ、こっから匂いしてる？カリー&パスタって書いてあるんで。空いてないな。空いてないな、多分。ここたこ焼きもここなんやろか。仕込みかな。お、パス君、ここやばいぞ。無断駐車2万円取られるぞ。おー、高え。お、バズ君。あ、お、大丈夫かな、ディズニー大丈夫かな。おっと、ここがたこ焼き屋や。厳しいかもしれんけど、あ、でもやっとるな。やっとるな、たこ焼き買ってくる。たこ焼き買う。たこ焼き買おうか。たこせんないかな、たこせん。おい、たこ焼きを買ってきたんや、たこ焼きを。このお店、なんかまあ明らかに大丈夫かな、著作権的に大丈夫かなっていう看板と、たこ焼きもドナルドがすごい邪魔してるんだよ。ポンって静止が出た時に、変なこと書いてあったんやけど、思うかもしれんけど、ここな、お店の名前ないんやって。はい。あれやったら今つけるけど。
面白いな、このたこ焼き。美味しいたこ焼き。8個で500円。500円。まあ値段的には一般的な。そうやな。大将が一人でやられててな、もうほんまに家庭的なたこ焼きやねんな。8個入り500円。いただきます。なんかちゃんとな、天かすがある分な、ちょっとカリッとはしてんのよ。まあ見た感じカリカリ系のたこ焼きやなと思うよ、うん、あでもな、うまいわ。ソースがな、なんかな、ちょっとな、そうやね、なんかソースな、すごい濃いねんな、これちょっとな、濃くてピリッとしてるというか。わかる、これあの画面が暗すぎてあれなんやけど、うん、すごいな、濃い匂いするねんって、うん、このさ、濃い味っていうのはさ、伊勢っぽいよな。うん、うまい。変わったソースの味してんな、うん、たこ焼きのソースって普通ちょっと甘いねんけど、うん、違うねん。え、これ変わってるわ、うん、うまいなこれ、うん、いやうまいぞこれ、カリカリだ、これうまい、うまいな。ここ祭りの屋台出してくれんかなって思う。ここ名前なんていうのこの店。いやぜひ名前を知りたいな。紹介しようがないよ、うん、名もなきたこ焼き屋。いやでもこれは知る人と知るでいいんじゃないか。ソース面白いな、まあ、おそらく市販なんやろうけど、うん、どこのソースか知りたい。思ってる味と違うってこと。絶対違う。へえ、面白い。よし行こう、うん。いや面白いたこ焼き。お、ここもなんかキッチンクックっていうテイクアウト OK、 営業中やけど、でも最後に満腹食堂って決めてるから。そうやな、あんまりそのキッチン的なもの食べてしまうともう死んでしまうから。でもここもあれなんやな、やっぱり伊勢と一緒でこの間にすごい古い家があったりするから。間に古い店は挟まんねんな。店じゃない、家。でもやっぱりこの伊勢と違って観光地感はないわな、うん、まあそういうとこじゃないからな、宇治山田っていうのは。まあ宇治山田とは言いつつ山田なんや。うん、山田っていうのは結構歴史は深いところであって、うんうん、地名としてはすごい歴史の深い場所ではあるんだけどな、うん、お、関西君、どっちや、水なのか湯なのか。銭湯もあるんやな。銭湯やな、これは。チームサウナなんぞもあるぞ。コインランドリーまで併設してるから。まあやな。な、ここの方ですか。これ何の、あ、ピザか。ピザ。今日まだプレオープンで。あ、プレオープンなんですか。来週からオープン。あ、そうなん、商品とかは今のところない。焼かないとないですけど。そうなんや。プレオープンのホグマピザお店らしいよ。ホグマピザで、あ、書いてあるわ、12月19日オープンで、はいはい、これ上がるのあれやから、あの1月、1月入っちゃうもんな。絶対上がってるわ。もう始まってるわ。お二人でやられるんですか。私はこの中に絵を描いてる。あ、あ、この絵を、そうです、この絵を描いてる方とお店の方が、あ、すごいこじんまりとしてんな。テイクアウト専門で。あ、テイクアウト専門で、はい、あれだったらもう顔映してもいいですか。ありがとうございます。この店主の方ですか。あ、一応店主はまたもう1店舗やってるんで。あー、チェーンになるんですね。2店舗目が、はいはい、すごいな。まあ、ピザなんて我々ドミノピザしか食わんから基本的に。あ、ピザ屋さんってないもんね。ないないない、青木、ね、ピザとドミノしかないんで。初めてこのお店体験で、ハンドピッツァっていう小さいサイズの、ああ、なるほど、サイズの小さいピッツァ、はいはいはい、食べ歩きできるやな。あ、いいですね。お値段、メニューがこんな感じ。ハンド、ここが食べ歩き用と思うんですね。そうですね、ハンドとボックスと、ボックスもご用意して。まさかこんな若い人がやってねんで、あ、いつまでいつまで無職でいるし。おっとっと。新しい挑戦ですね。そうですね。なんでこの宇治山田にされたんですか。これはご縁でお声掛けいただいて。そうなんや、空いてるよっていうので。いや、もうぜひ頑張っていただきたい。ありがとうございます、はい、もうオープンもう上がってる時にはしてるけど。そうやな、したら食べに来る。そうやな。はい、もう、はい、頑張ってください。ありがとうございます。わざわざ来ます。ありがとうございます。すいません、失礼します。絵を描かれた方です、これは。あ、そうです。モザイクだけ描いてます。はい、行きます。いやー、すごいな。これが醍醐味やで。そうやな。うん、この醍醐味初めてやけど。うん、しかしこれが何？伊豆川これ。伊豆川なのかこれが。ちっちゃすぎ？ちっちゃすぎると思う。護岸工事してない？なんか多分支流なんやろ。めっちゃ適当言うやん。何川なんか全く分かれへん。どうするでも。どう行くか。どう行くかやねんな。まっすぐ行ったらただの道やもんな。そうやねんな。とりあえずこの宇治山田周辺中からにはこっちやろな。川沿い行ってみるか。うん、関西君、街並み全然関係ないけどさ、うん、川青すぎ。川青いねんな、めっちゃ青いねんな。え、これは深いからこれな。いや、違うと思う。なんかでも臭くはないからさ。そうやねん、汚れてるわけじゃないと思う。汚れじゃない、なんなんやこの緑は。
何やろこの川。わかんねえ。喫茶お食事グー。この辺喫茶店多いな。そうやな。あそこにもなんか喫茶博とかあるもんな。でもめちゃくちゃ住宅街やな。そうやねんな。何を紹介するよって感じで。そうや。いやでもあのたこ焼きはすごかったぞ。たこ焼きうまかった。あれほんま変わった味やったな、うん、ぜひ名前を知りたいな。あのソース売ってたら使うな。買うな。あのピザ屋さんもなぜひ行っていただきたいな。そうやな。さてこっからどうするかやな、ね、橋を渡ってしまうか。でも言うほど駅遠くないねんな。そうやねんな。もうちょいこっち行く。ちょっと行ってみるか。行ったところでやんな。そうやねんな。見えてるもんな、うん、何もないの。どうするもん。橋渡ってまうか。一回渡ってみるか。だって川沿いを歩くだけやもんな。何もない。目に見えてるもんな、うん、さっきからな この川の名前を知りたいんやけどな、ね、橋の名前しか書いてないんや。川の名前は何も書いてない。これも桜橋第一ポンプ場とかだからな。橋だけやもんな。おお、ガゼ君あったぞ。公民館。公民館。我々は公民館紹介系 YouTuber やな。初めて聞いたな。この高架が電車の高架やろ。そうやな。戻ってきてまったな。うん。やっぱこう目立った観光地があるって感じじゃないな。そうやな。いかんせんあの商店街を最初に切り捨ててしまったからさ、うんうん、もう見たからでもそこを切り捨てて歩いたから若い人の新たな挑戦をね。そうやな。見ることができたし、うん、君もなんか乗れ分けしてもらえねえよあのピザ屋ピザ屋な、うん、流れでやらせてください。流行りそうな気はするで。もうお店とかはあるんやな。やっぱりな。そうやな。これな お弁当屋とかな。でやっぱここは駅前やからいろいろあんにやで。うん。お、なんかあっちにすっげー低い高架あるぞ。ほんまや。下手した 1.6 メーターって書いてある。俺通られへんやん。お、ちょっと行こうや行こうや。面白い。え、アルファード通られへんのちゃう。いやだからさ、俺がさめっちゃスレスレで通れるかどうかやんな。それそれ。これめっちゃ余裕あったら俺嘘ついてるってことになるから。ほんまに 1.6? え、すげーな。こんなんあるんや。じゃあ監督ちょっとカメラ変わってくれ。ほう。俺が通れるかどうかや、綺麗に。まさか何度も言うぞ。俺は身長 160.5 なんだからザリって言うはず。うわめっちゃ怖い、めっちゃ怖い。いくぞガンセ君。俺は160あった。え、あのさガンセ君感覚で言っていい？めっちゃ通れそうだけど160かほんまに。わからんで。うおーギリギリや。え、結構余裕ないかな。大丈夫かな。結構余裕ないか。あれ君いくぞ。あれ君、あれ余裕やで、ね、カセ君。あれ158やった。え、2センチぐらいしかない。もっとありそうな気配。もっとありそうな気配。あのさ、君通れんじゃん。マジでちょっと行ってみ。あのな、無理やわ。あ、ほんまや。あ、でもやで、ね、カセ君見て。頭触ってみ。あのな、2センチぐらいしかないで。君162センチやで。なんで162センチの130キロ。10センチやっとるな。君サバ読んでたんやな。ある意味俺は恥ずかしくないね。だってチビって言ってるから、うん、でも君は170あるって言って162しかないのは完全なサバ読みやから。173.6 やねんけどな。わあ、すごいサバ読んでるやん君。そやろ。だってほんま2センチぐらいしかないぞ。うん、俺も思う。そんなわけないやんっていう。あー面白い。すごいな。あとここ電車通るってことやんな。そうやね。えぐいぐらい爆音で聞けんじゃん。この距離で見れるってことで。すげえな。すごいな。でもこれ撮り鉄がこれ撮ったところで何のこっちゃ分からへん。そうやな。思いがけず面白いみたいな。聞く。いや 1.6 かすごいな。 1.7 やったけどな完全に。いやもう認めろって。君162センチなんや。認めんぞこんなもん。さて完全にもう民家に迷い込んだけど。住宅街でしかないな。おお、でもなんか店ある。え、店ある。ほんま。え、何これ。食肆再起惣菜屋さんみたいな感じかな。いや違うで多分。ほら定食っぽいぞ。あ、ほんまや、菜食って書いてあんな。すごいかっこいいやんこのお店。何これ。うわ、めっちゃ紹介したけど君満腹食堂行くんやろ。そうやねんな。うわ、これちょっとみんな来て。これやってるわ完全に、うん、へえ、すごいなこれ。面白いな。古民家を再生して作ったってことなんかな。そうやな。なんだかんだ言ってる間にあと18分やわ。まあ満腹食堂に行くんやとしたら10分前ぐらいには戻るとして。そうやね、駅前に向かうとして。やなんかあるかな、あと8分ぐらいで。でもさっきのお店を見る限り住宅街やからと油断してはいかんぞ。そうやな。なんかあるぞ。なんかあるかもしれんもんな。困った家やなこれ。ほんまやな。レンガの上に一軒家があるみたいな。そうそうそう。あ、イントロですか。あ、そうです。え、
ご存知なんですか。ここ1、2ヶ月ぐらいちょっと動画見つけて。ありがとうございます。いや、名前を言われたのは初めてです。普通になんかおすすめとかで出てくるんですか。どうやってたどり着くんかなっていつも不思議なんですけど。なんか駅検索してて、あー、鈴鹿線の駅、はいはいはい、平田町駅、はい、行きました行きました。はい、そこで見つけて、なんか三重県近鉄急行停車に、ちょっと参考にとって。ああ、なるほど、ありがとうございます。そういう役に立ってるんであれば、もうね、いつもな、アホみたいなこと言って待ってただけだから。そうそうそう、またよろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、見てもらってるな。そうやな、ありがたいな。やっぱ電車から検索するらしいな。うん、どうしよう、次から。これ終わったらどうしようかな、このシリーズ。でも、海苔屋さんとかもあるな。知ってる？あの、生海苔って日本人しか消化できんねんで。消化酵素がないってこと？そう、へ、焼いたりすると大丈夫なのな。細胞壁を何とかして破壊しないと外国の人は消化できひんらしい。うわ、めっちゃ老舗やんか。海苔強いんや。すごい。でもこの辺は食べ物っていうよりもほんまに乾物なんやな。うん、いやー、この宇治山田駅は編集大変そうやな。そうやな、いろんなそのギミックが、うん、ギミックって仕込んだみたいになるけど、いろんなイベント、出来事があったから、はい、どう編集しようかな。とりあえず、駅向かおうか。そうやな、もう時間も時間やし。満腹食堂に行きたいんやもんな、うん、君。めっちゃ逆光で見づらいけど、残り8分やね。おお。だから、駅着いてお店入ったらなる感じやな。そうやな。お母さん、駅に向かって歩いてるんやけどさ、うん、おい、すごいぞ、貸し物件あるぞ。ほんまやな。すごい、これいくらで借りてんやろ。貸し物件なんや。ここなんか古いの並んでんな。な、駅前から利活用できそうやけどな。建て直すほどの価値がないんじゃないかな。価値はあるんじゃない。だって駐車場めっちゃ高かったぞ。確かにな。三重県で継ぎ決めの駐車場12,600円って相当強気な値段設定やぞ。お、駅戻ってきた。ここら辺に満腹食堂があったな。そうやな。そこに行って終わろう。あ、ここや。この書いてあるこの唐揚げ丼っていうのがすごいんや。そうやな。ここ行こうか。入らせてもらったけど、うん、これやろ、お品書き。そうそう、これがすごいってこと。売りはこれ。じゃあ君はこれやな、うん、でもこれで対比するっていうのもあるよな。まあ、そうやな。80円でどんだけの差が生まれるのか。これじゃあこのプチにしようか。じゃあこれを2つにしようか。そうやな。でもところどころこうサインがあった。有名店ですから。あ、もう600じゃね。え、マジですごい。あ、これめっちゃ最近来てんの。あ、2020。うわ、すげえ。5月に来てる。でもヒカピンさんもめっちゃ最近来てる。なあ、すごいな。すげえ、めっちゃ来てるんや。俺らも最近求められるようになろうか。そうやな。来るとこ取らせてくれるらしいから。ああ、すごいよ、でもものすごい出てるもん。今お昼過ぎたぐらいなんやけど、ひっきりなしのこの作ってる量はすごいもん。今俺の凄まじい計算能力で計算した結果、8個食ってるからな。数えれるな。どれが満腹飛んでどれがプチか分かる？分からん。でも俺が思うには一番手前の右のやつがプチやと思う。あー、可能性はある。どんどん車を取ってさ、全然止まらんな。テレビ慣れしすぎやなって。すごいところだ、ほら。サインだらけ。サインだらけ。まあ、心が気になるの。ウドちゃんテレビ番組やってたんやろ。へー、ここまでサインだらけの店も珍しい。なかなか珍しいな。うわ、めっちゃ出汁の匂いするわ。何これ、めっちゃうまそうや。あ、まず、ちなみに止めてる間に1時間多分なったから。あ、マジで。うん、これは食べて終わろうか。いや、でもパンパンやな、これ。はい、正解はこれがプチでした。あ、やっぱり、やっぱり当たった。当たった。この奥の唐揚げの量すごいもんな、これ。あんだけ使うんやで。ああ、あっちにもあるからな、唐揚げ。すごい、すごい量の唐揚げや。うわ、プチであれやもんな。あれプチやで、まさか。あれプチやで。鶏肉何キロ使うんすか、1日。食べたことない。せやろな。置いといてもらったから食べようや。よし、いただこう。よし、行こう。作ったところを見せたのは初めてやったな。うん。ということで、これが唐揚げ丼。唐揚げ丼。で、これがプチになる。プチ。あ、量全然違うな。違う。あのな、カメラ越しだと分かりにくい。あ、でもこれが普通よりちょっと多いぐらい。そうやな、重たいもん。でけえよこれ。ああ、もう食べてや。いや、めっちゃいい匂いすんぞ。いただこう、いただこう。このな、上にな、胡椒みたいなのって、これ結構いいアクセントやな。そうそう、いただきます。はい。あのな、だしやねんけど、でもそんなに辛くはない。胡椒やっぱ効いてるわ。あ、やっぱり。うん、うまい。あ、そうなんだ。めっちゃうまいよこれ。じゃあ俺もちょっと食べてみようかな。いただきます。
こう卵が結構多い。卵も多いな。しっかり乗ってるから。あ、味は濃いんやけど、うん、しょっ辛い濃さじゃないな。そう。なんつったんやろ、すんごい変わったんですよ。なんかカツ丼みたいな感じかなと思ったら、それともちょっと違うねんな。めっちゃ味しっかりしてんねんけど、しょっぱくない、うん、っていう感じ。そう、うん、で、意外にこの唐揚げ、これもこんだけビシャビシャにしてるけど、カリカリしてる。そうやね、サクサクしてる、うん、あ、うまいわ。いや、胡椒面白いな。まあ、うまいな。おー、うまい。これはいただこう。全部いただいてるわ。ごちそうさまです。はい、僕も食べましたけど、いや、量よりさらっといけてしまうな、うん、めっちゃうすごいな、これ。これから胡椒で食うわ。ありやな。よし、行こう。よし、はい、ということで宇治山田駅回らせてもらいましたけど、おい、はい、濃すぎる。濃いな。めっちゃ濃かったぞ。内容が、うん、まあ、たこ焼き屋のまずあのソースなんやっていう。そう深層回転するというね、うん、もう始まってます。あそこは URL があったら載せとくけど、はい、若い女性の挑戦のお店を紹介したりとか、うん、めちゃくちゃ撮らせてくれる満腹食堂な、はい、あの人を撮らせてくれすぎやろな。テレビ慣れしすぎというか、ええんかよし、こっちから撮ってインパクトのある絵をとか。いや、でも美味しかったぞ。めっちゃうまかった。ほんまにな、あの食べてる時も言ったけどな、濃いんやって味マジで、うんうん、でもしょっぱくないね。そうで、さらっといけんねんな。食べてみたらなんか思ったより重くない。なんやろな、だしなんかな、かな、なんなんやろな、あれ色濃いもんな。濃いねん、色濃いでもって感じ。しょっぱくはない、うん、いや変わった味やった。で、めっちゃ来てた人、めっちゃ来てた。そして芸能人来すぎ。そうで、やっぱり我々のサインは求められへんから。そらそう。あのさ、YouTuber って何人まで行ったらサイン書く？分からんよな。5万ぐらいかな。5万で書けるかな。書かへんかな。いや、頑張って、あのその検証やりたいから、みんな登録して。ということで、めちゃくちゃ濃いし、いろんなもんあったし、うん、めちゃくちゃ編集悩まされるけど、面白かったな、宇治山田駅。面白い。観光っていうわけではないが、うん、町としてはすごい紹介しがいのあるとこやったな。そうやな。完全に紹介しとかないかんけど、紹介し忘れてた最後に紹介するわ、うん、あそこには沢村栄一さんがボール投げてた。はい、ということで、三重県近鉄急行停車駅完全制覇の旅、非常に内容の濃い面白い動画となりました。宇治山田駅、伊勢神宮に参拝するときに宇治山田駅周辺のホテルを取って街中を歩いてみようと思った人は、ご家族さんで登録ぜひよろしくお願いします。本日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。